皆様こんにちは。タロット歴24年目のモーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、複雑な恋愛の人、片思いの人のあの人の気持ち、そして今後の近未来の展開はということを見ていきたいと思います。今日はね、3択です。それぞれもルノルマンカード、はい、このルノルマンカードから選んでもいいですし、でこちらの色、ピンク、黄色、ブルー、まあ、こちらから選んでもいただいていいですし、あの人のことを考えながらこちらの3択からお選びください。そしてこのね、ロマンスエンジェルオラクルカードはあの人の気持ちの深掘りということで一緒に見ていきたいと思います。さあ、今日ね、夢占いの話をねちょっとしようと思ってました。あのベッドの夢とかお布団の夢とか、まあいわゆる寝る夢ですね、見たことありますでしょうか。やっぱ吉夢っていうのはやっぱふわふわのベッド、新鮮、新しいシーツ清潔なシーツ、あとはこう寝具を買い替えるとか、そういうのもねとってもねいい夢になります。そしてまあその例えばベッドの上にワンちゃん、それもね白いワンちゃんとかがいるとね、こうあなたが思いを寄せている人もあなたのことを大切に思ってくれますよっていう意味だし、逆にそこに猫がいたりするとライバルの存在とかお相手の人がいわゆる浮気をしている可能性もあるとか、まあそういう感じで夢占いからのメッセージを受けます。やっぱり綺麗な夢、綺麗な布団、ベッドはよくって、あとはそうですね、お布団が水浸しになる夢とかは体の不調なんかも訴えてますので、それはねお気をつけください。やっぱね、気持ちいいベッドに、ふかふかのベッドに、ね、ワンちゃんもいて眠る夢がかなりの吉夢かと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあ早速ピンクの皆様から見ていきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあこれね、カードね、シャッフルしてるんですけれども、こちらもね、ちょっと簡単に、ね、シャッフルをね、再度させていただきます。まあ、複雑な恋愛、まあね、片思いの人、まあ、やっぱりね、これから、まあ、どうしてもやっぱ52月になるとね、イベントごととかが、まあね、こう増えるというかあるので、まあ、やっぱ気になる状態にはなりますよね。で、片思いの人、複雑な恋愛をしている人、まあ、お互いの気持ち、今後の流れ、じゃあ見てみましょうね。はい、もっと現状雲か、やっぱね、悩み大きい今ですね。こうこの恋どうなっていくのかなとかね、先行きがこうなかなか見通せない状態。おー、でもあの人の気持ちクローバーだね。なんかこうなんていうのかな、こうなんとかなるさみたいな、こうちょっとこう軽い感じはするんだけれども、前向きさっていうのは見えるような気がするな。はい、そしてこれはあなたの気持ちなんだけれども、見ていただいているのが男性でも女性でも、これはねあなたを示すんですよね。だからあなたはお相手様のことをどう思っているかっていうと、今はまずこう自分のことを考えながらね、多分この恋どうなっていくのかな、私
ね、僕はこの子幸せになれるのかなっていう、今はどっちかっていうと、これ悪いって言ってるわけじゃないんですよ。悪いって言ってるわけじゃないんだけれども、自分中心、自分軸で考えてるかなって感じ。まあ、ちょっと今日補助カードも出していくので、有利。手紙か。なかなかね、コミュニケーションがうまく取れてないのかな。あ、でもね、近い未来にライダーが出てるから、物事動きそうな気がするけど、山か。ちょっと待ってね。で、山の後が、リング。なんかね、頑張ったら火が出てくるのかなっていう感じがしますよね。そっか、ちょっと補助カード出していくね。ハートが出たね。ああ、これは秘密の恋なんだね。複雑な恋愛。もっとあなたはね、自由に行きたいんだけど、ああ、もう見事なぐらいに複雑な恋愛の蛇出てるね。なんかね、お互いの気持ちをこううまく言い合えてないのかなって気がする。あ、でも大丈夫。連絡まず取れますよ。希望が持てる。時間かかるかもしれないけどね。すごいですね、結論。ほら、リングと家ですよ。なんかね、これ本当に複雑な恋愛かもしれないけど、あなたとお相手様、もうこれ一緒になれる可能性あるんじゃないっていうふうに出てるね。ちょっとお相手の気持ちを、まあ、深掘りということで見ていきたいと思います。なんかこう、今ね、お相手様って確かに相性あるんだけど、まだ、なんかね、深さは今、このね、今の段階では見えないんですよ、深さはね。じゃあ今回のこのカードで、あの人の気持ちが、ああ、動けない辛さがあるんだね。あ、よかった。ああ、なるほど。はい。お相手様の気持ち。はい、なるほど。今ね、まあ、ここでお相手様の気持ちも見てたんだけど、なんかね、今はまだ、ね、もちろん、あなたへの愛情あるんですよ。愛情あるんだけれども、まあ、二人の恋は隠さないといけない、いわゆる、まあ、表沙汰にまだできないっていう感じ。でも、まあ、なんとかうまくいったらいいなっていう、どっちかっていうと、ちょっとこうね、他力本願的な気持ちがお相手様に見えたんですね。だからこう好きなんだけど、こう自分から何か動くとか、例えばまあこれ複雑な恋愛として、ね、奥様と例えば別居するとか、ね、離婚するとか、そういう動きっていうのは今ここでは見えなかったんですよ。でも、ね、お相手様の気持ちをこう深く見ていくとね、こうお相手様は動きたくても動けない辛さ、それがあるから、とてもやっぱりこう悩み苦しんでる。そして、まあ、出たカード順で、そして、ね、あなたとはやっぱりね、ここでもね、リングが出てるんですよ。ここでもリングが出てるんだけどね。そうそうそう。ね、やっぱり、ね、これがまああなたとする、これがお相手とする。そうするとお相手様の本音としては、やっぱりあなたにリングを渡して、やっぱり一緒になりたいっていう気持ちがあると思うんですよね。ここでもリング。家っていうカードが出てるからすごいと思うんだけど。だからもう本当にあなたっていう人は離れられない人。そしてここでもね、プロポーズのカードだよねと思うんだけど、あなた、お相手、ね、赤いバラを持って、ね、僕と一緒になってくださいみたいな。そういう気持ちが出てるからね。まあ、ここでもね、お相手様の気持ち。まあ、前向きさっていうのはあったんだけど、本音の部分を見ると、とてもね、深いところで、あなたのことを真剣に思ってくれているという気持ちが出たから、まずこれはね、あ、本当に良かったって私は安心をしました。で、そして、まあ、そしてね、2人の流れに戻るんだけど、もう今お二人は愛し合ってるんだけど、まだやっぱり先行きが見えない、そういう状況で非常に不安が大きいんだと思う。そして、あなた自身も本当はね、もっと伸び伸びと、ね、あの人と自由になんかこう行き来したいとか、会いたいとか、こうもっと自然体でいたいと思っているような気がするけど、それができなくて、いわゆるストレスフルな状況になっている。
でね、今後の流れなんだけど、今例えばね、ちょっとうまくいってないとか、ちょっと連絡が滞ってるって状態かもしれないんだけど、もうね、大丈夫ですよ。ほら。この2週間でもこれね、連絡取れるとか会える。そういう状態になる。ただ、その後はね、本当に、なんかね、どれぐらい時間かかるんだろうっていうぐらいの、やっぱり複雑な恋愛って、そう簡単に答えが出るものではないと思ってるので、やっぱこう、なかなかこう、辛いね、新年の時、というのをお互いに迎えるかもしれない。でもね、結論がすごいんだよね。ね、これね、リングと、ね、家っていう、もうなんかあの人と結婚して同じ家に住める、複雑な恋愛の人からするともう超夢ですよね、これって。それが、このね、ここ、今、山っていうカードの後だから、すっごい時間かかると思うの。おそらく数年単位かもしれない。でも結論としてはね、これだけいいカードが出てるから、そしてお相手様の気持ちもね、プロポーズ、プロポーズ。でも今は動けない。こういう、こう、本音ベースで、ね、ピンクの皆様をとてもとてもとても真剣に思っている。こういうカードが出てるから、これいい方向に行くんじゃないかなと思う。ただね、ここでやっぱりヘビっていうカードが出てるから、やっぱ複雑な恋愛でいろいろ大変だろうなとは思うんですけど、でも、お互いこれだけ思い合っているのであれば、時間はかかるかもしれない。夢は遠く感じるかもしれない。でも一緒の家に住める。ね、結婚できる。プロポーズできる。そういう可能性が遠い未来なんだけど、あると思う。すごいですね。ぜひこの恋は頑張っていけるんじゃないかなと思いました。はい、これがね、まず1番のピンクの皆様です。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ次はね、黄色の皆様、はい、見ていきたいと思います。このカードもね、一緒にまた入れて見ていきたいと思います。じゃあ、はい、次はね、黄色の皆様。こちらね、カードをシャッフルしてるんだけれども、再度軽くこれをね、シャッフルしていきます。はい、じゃあちょっと今ね、シャッフルを軽くしたので、まあここで再度 ね、まあ複雑な恋愛とか片思いの人、お互いの気持ち、今後の流れというのをね、見ていきましょうね。カードがストップって言ってくれるんですよ。もうちょっとシャッフルさせてくださいね。もう少しかな。長いね。シャッフル長いね。はい、OK です。はい、じゃあまず2人の現状。ワンちゃんだね。なかなかこれは片思いなのかな。お相手様の気持ちは花だよ。ちょっとこれ、でも、この人も複雑な恋愛なのかな、黄色の皆様。星か、雲ね。怒り。ヘビ出たね。フォックスとヘビ出ると強烈だよね。カマですか。なるほど。ちょっとこれは、
今仲がいいんだね、お相手様と。そっか、なかなかでも会えてないのかな。あー、おっと、これはちょっと辛い流れになりそうだな。これ複雑な恋愛とか、あとね、片思いの人、片思い色がなんか強い気がするんだよね。ちょっとこれお相手様の気持ちでちょっと深掘りしていくので、これ後ほどカードを開いていこうと思ってます。ちょっとこれ辛い感じがするね。なるほど。今、これね、片思いの恋なのかなって気がしてます。黄色の皆様、こうお二人ね、あなたとお相手様の関係っていうのが、まあこれなんか同じ会社とか同じサークルとか、まあ同じバイト先とか、なんかこういわゆるこうみんなグループの中のでこう、まあ仲がいい感じのお二人なのかなっていう気がするんですよね。で、もうすでにあなた、黄色の皆様は、このお相手にパートナーがいるのは知っていて、で、お相手様もあなたの気持ちに気づいている。でも、それに応えることができないっていうのがね、こう、今の段階で出てるような気がするんですよ。で、この恋は、もしかするとね、すっごく時間をかけながら、ゆっくり二人の関係を、信頼関係をこう着実に、もう本当にゆっくりとのんびりと時間をかけながら、いわゆる過ごしていくことによって、最終的にはそう、最終的にはあなたが、ね、このお相手様のパートナーになれる可能性はあるかもしれない。ただね、これね、この直近では、あのお相手様とのね、仲の良さ、お二人ね、黄色の皆様とお相手様っていうのが、まあ今よりもね、もう少し仲良くなれる、距離が近づいてくる、近づくっていう可能性ありそうなんだけど、このね、ライバルにハートっていうカードが出ているから、このね、お相手様が、まあこのライバルっていうか、今お相手様が付き合ってる人なのか、なんかライバルとお相手様っていうことなのか、まあね、そのあなたとじゃないお相手さん、誰かとなんかね、これ付き合い始めるとかっていう可能性が、そうね、12月ぐらいってなんかあるのかもしれない。で、まあこれがね、今12月1月ぐらいにはあなたの恋は一旦これはね、フェードアウトする可能性があるのかなと思うの。というのもね、もう実際こう、例えば彼氏とか彼女があの人にできたと、それがやっぱこう目の当たりにする可能性があると思うんですよね。で、どうしてかっていうと、それがこうこのサークルの中の一人かもしれないと思っています、私は。で、それをやっぱりね、こう目の前で見たり聞いたりすると、やっぱりこうあなたとしてもね、一旦はこの恋を諦めようかなっていう流れになる可能性はやっぱあると思うんですよ。鎌が出てるし、今まで思っていたけれども、その恋を一旦諦めようかっていう流れになるのが、まあ1月ぐらいかなっていう感じがするんですよね。でもまあね、ここでアドバイスカードで出てるんだけど、まあ一旦このお相手様は、どなたかをパートナーをね、まあ、作るような流れ、彼氏とか彼女、まあ、あの時期も時期だしね、彼氏とか彼女を作る可能性あるんだけど、でも遠い、いわゆる本当にすごい長い時間で見た時には、この恋がもしかしたら、ね、すぐに終わるかもしれない。そしてその後あなたにチャンスが来るかもしれない。どうしてかっていうと、このお相手様、あなたのことはね、恋愛対象としては見てるんですよ。でも何かね、
こう、このお相手様の中に葛藤というか、なんかジレンマがあって、今はあなたではない他の人に、まあ、行く可能性があるのかなっていう感じが出ている。そして、ね、じゃあお相手様の本音ベース見てみますね。さあ、ここでどんなカードが出てるのか。すごいね。なるほど。わかった。あのですね、遠い将来は、これはね、可能性ある。なぜならば、あなたが、これは本命ですっていうカード、もうこれはあなたが本命ですという意味でも、お相手様はまだ今あなたのことは、こう、友達ベースの気持ちが強い気がするんですよ。この気持ちに気づいてないお相手様は、今はまだあなたとは、こう、この距離感の友達でいたいなっていう気持ちがあるみたい。でも、実際あなた、ね、黄色の皆様に、お相手様はすごい色気も感じてるから、いわゆる、こう、友達以上の気持ちはある。ここまではね、おそらくね、感じてると思うの、このお相手様。でも、あなたがね、とっても大切な人だ、あなたが本命だっていうのは、まだ気づいてない気持ちが、の方が私は強いと思う。だから、この恋は一旦、まあ、おそらくこのお相手様はどなたかがパートナーに、まあ、12月ぐらいになるのかな。そして、あなたは一旦この恋を、ね、諦める流れになるのかな。でも、遠い未来にはこの恋が叶う可能性があるって出てるので、で、遠い未来っていうのは、ね、このお相手様がこの、ね、この誰かと、ね、何だか付き合ってる時、例えば別れた時、その時にあなたが、ね、自分のことを思ってくれる、思ってくれているとなった時に、ようやくこの気持ちに気づく可能性がある。だから、こう、どこを幸せとしてみるかだと思うんですけれども、やっぱりね、彼氏彼女がお相手様にできるのはとても辛いし、ね、本当にこう、まあ、この時はね、とってもすごく泣いちゃうと思うし、悲しい思いをいっぱいすると思うの。でも、この恋はもしかすると短期間で終わるかもしれない。それよりは、本当に長い人生のパートナーとして一緒にいれる方が私は幸せだと思うんですよね。例えば、今年のクリスマスは違う。でも、来年のクリスマス、例えば来年の誕生日、そういうふうな時には、あなたはこのお相手様と一緒にいれるかもしれない。この短期間の目でこの恋を見るのではなく、長い時間をかけながら、ゆっくりと二人の愛、二人の信頼関係を、築き上げていくこと。そうすると、あなたの願いは、時間はかかるけど、でも願いは叶うよという、そういう流れが出てる。だからね、直近のことは、これはね、気にしないでとは言えない。とっても辛いと思う。でも、長い目で見たときに、あの人は、あなたの良さに気づいて、私はこれはね、まあ、来年のいつっていうところまではまだ見てないんだけれども、いい方向に行くと思うというのが、私の今回見た流れです。よかったら参考にしてみてくださいね。時間がかかる。でも、この恋は実る可能性が高い。私はそう思いました。はい、これが2番の黄色の皆様です。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ次はブルーの、はい、皆様。はい、じゃあ見ていきますね。じゃあ、ちょっとね、こちらのカードをシャッフルもしているんだけれども、まあ、再度シャッフルをしていきたいと思います。い、じゃあね、少しお待ちくださいね。さあ、ブルーの皆様、ね、複雑な恋愛片思いの人ということで、お互いの気持ち、これからの流れを見ています。
はい、じゃあブルーの皆様、お互いの気持ち、これからの流れということで見ていきましょう。見てみますね。おっと、これも複雑な恋愛。フォックスがいきなり出たね。うーん、お相手様ネズミ、あなたの気持ちは2位は、うーん、クマ、うーん、なるほど、星か、本、うーん、ヘビ。はい、まあクロス、手紙、キー、まあこういうカードがね、今出ました。そうね、もう今の現状が、こう複雑な恋愛とか、これもしかするとダブル？の可能性もあるのかなって思ったりしていて、そうね、そうね、これは、なんか一旦ね、これどうなるんだろうね。まあ、そうね、私これね、ダブルかなって今思ってるんだけど、最近これなんていうのかな、バレたとか、そのいわゆるこう、奥様っていう人が、ね、あなたとお相手様の間に入ってきた、まあ入ってきたというか出てきた。っていう感じの可能性あるのかなっていう気がするんですよね。それでね、しばらくはこの恋、一旦これ中断というか、離れざるを得ない状態になってるよね。本とクロスが出てるから。だから本当に連絡取り合わないとか、もちろん会えないし連絡も取れないというのが、おそらくこれね、12月までだと思うんだよね。でも、まあ、1月になると、まあ、これが、まあ、ライダーとキーというカード。ね、これが出てるので、1月になると、まあ、おそらく1月1日とか、になると、ね、新年の挨拶とか、そういう形からまたお二人の関係が始まっていくのかなっていう気がする。ただ、今はこのお相手様もね、こう、奥様っていう存在が出てきてるから、こう、あなたへの気持ち、なんかこう、不安と揺らぎ、それがね、出てるような気がする。確かにあなたのことを異性として見てるんだけれども、やっぱりね、こう、この恋どうなるのかなとか、その不安の方がすごく大きいような気がする。で、あなたの方は、どっちかっていうとまだね、堂々としてるんですよね。ね、まあ、こうなることを覚悟してたしっていう部分もあるのかなって思って、ね、しばらく、まあ、音信不通とか会えなくなることも、なんかこう、分かってる、受け入れているというように見えます。そしてね、そうね、もう本当にこれ、クロス出てるし、ヘビ出てるし、今、フォックス出てるしっていうことで、時期的にはこれね、12月までは、本当に二人の関係は、だからね、これでね、終わりじゃないんだよね。もうきちんと二人のがね、解決できるっていう、また再び連絡取れるっていう流れになっていくから、でもね、ここの期間はちょっとね、複雑な恋愛の辛いところだよね。もうここはね、もう本当に、12月、11月、12月。まあね、もうこれは連絡が取れない、会えないと思ってもらって、方がいいかもしれない。でも1月1日から2人の流れはすごく変わっていくよって出てる。じゃあね、あの人の本音ベース見てみますね。ね、今のこの状態で、まあ、おそらく妻バレという可能性かなって私は思うんだけど、でもそれでもね、このお相手様はどう思ってくれているのか。はい、じゃあ見て
てみますね。まあね、このお相手様の本音ベース、ああもうね、もうなんかこの状態を本当ね、許してね、ごめんねっていうのがすごくあるね、すごくあるよね。でもほら見て、このね、ロマンチックフィーリングスとあなたが本命ですっていうカード、これすごいね。これがお相手様の、うん、今ね、スマバレをした、でもあなたのことをこれだけ思ってるよっていうカードが出てるから、今は本当にこの状態を許してねと。でも必ずね、また再びあなたとね、いわゆる恋愛関係、いわゆる連絡をするし、そしてね、僕の気持ち、私の気持ちとしては、あなただけが運命の人だよ、本命だよっていう、こういうカードが出てるから、うん、なんかね、これで終わりじゃないから、ここで終わりじゃないから大丈夫。うん、未来はまた再びね、連絡が取れるとかね、会える、まあそういうカード出てるから、これね、ウィッシュカードっていう、願いが叶うっていうカードだから大丈夫。すぐにあの人は風のように来てくれると思う。はい、これがね、はい、3番のブルーの皆様のお相手様の本音とお互いの気持ち、今後の流れということで見てみました。うん、大丈夫大丈夫、1月になると大丈夫だから。だからもうちょっとだけね、今は静かにゆっくりと時間をこう待ってみてくださいね。はい、これが3番の皆様です。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。